てまいります。ぜひソファーの真ん中にはお二人のお父様お母様お座りいただきまして、その隣に春香さん、朝香さんお座りください。皆様ぜひ先ほどより日頃よりお世話になっている皆様とこのように楽しく、幸せな時間を過ごせましたことを大変嬉しく思っております。おかげさまで私たち2人は、新しい生活への第一歩、素晴らしい感動とともに踏み出すことができたのかなと思います。これからは、皆様からいただいた励ましのお言葉を胸に、はるかさんと協力して明るい家庭を作っていきたいなという決意です。まだまだ未熟な私たちですが、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続いてはるかさんお願いいたします。ちょっと硬いのはやめにします。今日はもう本当に来てくれたことを ありがとうございましたといつも言う、もう感謝しきれない思いでおります。今日いただいたお言葉とか、この風景をもう一生忘れない宝物として頑張っていきたいと思います。そしてお父さん勝治さん、はい、はい、お母さんとは普段会ったり喋ったりするんだけど、お父さんとはあまり普段喋らず、LINE もあんまりこうそっけない感じで返しているんだけど、今日は自分で作ってくれた動画から人に頼んでまでいろんなメッセージをくれたり動画を作ってくれたりしたことを本当に心から感謝しています。ありがとうございます。また両親含め今後ともご親族の皆さんもどうぞ至らない点も多いと思いますが、よろしくお願いいたします。気をつけてお帰りくださいませ。それでは私から皆様に一つお願いがございます。本日お二人が書いた手紙を受け取って始まった一日かと思いますが、改めて皆様から二人にお手紙を書いていただけたらと思っております。簡単なメッセージでも構いませんので、ぜひお二人にこれからの応援だったりとか、今日来ての感想だったりとか、そんな思いをですね、ぜひお手紙にしたためていただけると嬉しいです。今からスタッフがペンとカードをお配りいたします。カードにお手紙を書いていただき、そして封筒にはぜひお名前をご記入ください。取れました。よかった。よかった。最後に二人からの、はい、お見送りがあります。ね、終わりをかけたステージです。でも他の人いっぱい取ってったよね。よく。光の長旦那で。それでは今書いていただいている手を少し止めていただきまして、私よりパーティーの開きの言葉をお伝えさせていただければと思います。本日は誠にありがとうございました。こうして今日迎えることができたのも、ここにいる皆様との全ての時間があったからだと思います。この結婚式が
きた日々と、これから過ごす日々を思い返したときに、きっと大切な日になるはずです。いつか、私の人生これでよかったと、そう思うときに、この日を思い出していただけたら、そんな大切な日になることができれば、私は嬉しく思います。この時間を作ってくださったお二人と、すべての皆様に感謝いたします。皆様にとっても始まりの日になればとても嬉しく思います。改めて今日はお越しいただきました皆様、誠にありがとうございました。いい結婚式だから。ありがとうございました。ありがとうございました。俺はこっちに座っていいか？そうだけ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こっちに座って帰った。はい、着替えなくちゃいけないの？こんな入り口に着替えていくの？私こんな格好で帰るんだよ。一緒に帰るわ。飲んで帰ろうと。どっか寄ってから。ここに。Thank you.
왜 거기? 그 왜 내 탐 그래? 어. 그냥 그냥. 그래. 자, 손을 맞다 봤어요. 아, 손가락나? 사이에 놓은 데 있을 거라. 손가락이 있고, 거기 타는 건데. 바깥에 온 카메라 못 떠나면 몇 가지 더 알아. 치카이스 카메라. 이만 믿지 나요. 고야 때 손으로. 유튜브 나서네요. 유튜버. 갖고 나를?